皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。トライクは二輪車と四輪車の中間的な位置づけであるため、両方の特質を持ち、またトライクのニッチな特徴を持っています。その中でトライクの魅力の一つとなっているのが運転性能ではないでしょうか。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いします。それでは今回はトライクの運転に魅力、バイクと比較すると違うニッチな特徴とはについてお伝えしていきます。二輪車とトライクの運転性能を比較した場合に一番大きい違いとなるのが安定性です。トライクは二輪車と異なり、3つのタイヤでボディを支えているため、静止時でも自立することが可能です。そのような特性を持つことにより、低速時でも二輪車とは比較にならない安定感があります。特に坂道の多い日本においては、実用性は高く、坂道走行において低速でも安定して走ることが可能です。また横風に比較しても効果的で、二輪車に比べると横風から受ける圧力は同じですが、三輪で支えることにより二輪車のようにふらつくことが極端に減ります。同じくらいに直線走行においても安定感があるため、車体の操作が簡単になります。一方で二輪車と比べたケースでは欠点となるのが曲がり角での走行です。二輪車の場合、車体を傾けて曲がるためにカーブ時の走行性能は高くなりますが、トライクの場合は一部の例外を除き、三輪が安定しているため極端に速度を落として曲がることになります。何年か前にホンダなどの日本の製造業者で三輪バイクを生産していたこともありましたが、カーブ時の転倒事故が続けて起きたことにより極端に衰退していったという事実があります。現在ではそのような転倒事故を回避するために後輪部を独立させ、車体を傾けて曲がることができるものも販売されていますが、ホンダジャイロに代表されるように原付トライクに止まっているのが実情です。他にも前輪を二輪にして独立したサスペンションを装備したものもありますが、一般的に普及するにはまだ時間がかかりそうです。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただけますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また Twitter、インスタから DM であなたのトライクに関するお悩みも個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。